皆さんこんにちは。山田電機陸上部の戸崎優里です。元気と疲労回復にとってもいい太陽礼拝を紹介します。みんなでやりましょう。礼拝を行います。手を胸で合わせてまっすぐに立ちます。足幅は自然に、口からゆっくり息を吐きます。鼻で息を吸いながら両手を上げて少し後傾します。口からゆっくり息を吐きながら手のひらを床につけるまで前屈します。少々左側があってもいいです。鼻で息を吸いながら右足をしっかり後ろに伸ばします。口でゆっくり息を吐きながら左足を後ろに伸ばしてつま先を立てて体をまっすぐにします。鼻で息を吸いながら顎と胸を床につけます。口で息を吐きながら胸を反らせます。鼻で息を吐きながらお尻を後ろへ上げて腰を頂点にして足と手で三角形を作ります。口で息を吐きながら胸を反らせます。鼻で息を吐きながら右膝を曲げて右足を胸の下に置きます。口で息を吐きながら左足を右足に揃えて前屈の状態になります。鼻で息を吸いながら膝を伸ばすと同時に体全体を起こして両手を上げます。口で息を吐きながら手を胸の前で合わせます。以上です。まず膝を抱えて膝を少し内側、胸の真ん中あたりに近づけます。30秒くらい静止します。反対の足も同じくします。次は両膝を抱えて胸に近づけます。30秒くらい行います。次は両膝を立てて左右に倒します。床についたら元の位置に戻します。10回ぐらい行ってください。次は両肩を床につけたまま右膝を直角に曲げて左側に腰をひねります。少しその位置で静止します。10秒くらい静止してください。元に戻して左膝の方もやります。この運動は特に朝起きた時にやります。寝る前もやってください。とっても腰痛にいいですし予防にもなります。